シカーフ2011ロゴソウル国際漫画アニメーション映画祭は1995年より韓国ソウルで毎年開催される映画祭でアニメや漫画、そして関連ジャンルの展覧会や映画上映などが行われる国際アニメーションフィルム協会購入の映画祭である韓国国内の漫画に対する一般の認識を転換させ韓国の漫画アニメ産業の育成のきっかけと するために1995年に初めて開催された。当時の名称はソウル国際漫画フェスティバルであり、2001年から現在の名前に変更された。1997年から2001年までは各年で開催されていたが、その後は毎年の開催となっている。大韓民国文化体育観光部などが主催になお、連ねている。メインマスコットキャラとして、 バミーよりと単行使用している映画祭の開催期間は展示会と同じ。ありがとうございます。